こんにちは、コウタロウです。今日はですね、ボイトレをやめたら声が出るようになったという話をします。ですね、これなんですけど、私は、高校1年生の時に、合唱を始めました。で大学、まあ、その時は、まあ、ぼちぼちというか、あんまりこう真剣にやってないというか、まあ、そんな感じでぼちぼちやってたんですけど、大学に入って、まあ、かなり本格的にやるようになったんですよね。で、大学に入ってからは、そのいわゆるボイストレーニングがね、盛んだったんですよね。その背中をこう、背筋をこう鍛える、こうなんかこう四つん這いになってこう、こんなんやる練習とかですね、あの首をこう寝転がって首をこうこんなんやってあげる練習とかですね、まあなんかここの横隔膜をこうふんとかってこういうふうに鍛える練習とかですね、まあいろいろ、まあ いっぱいあるわけですね。それをいっぱいやりました。すごいいっぱいやりました。ほいで、でこうボイトレすごいいっぱいやったわけですよね。で、非常にこう顕著なんですけど、ボイトレをやって上手くなる人と全然な、まあ、全然とは言わないですけど、まあ、あんまりならない人いるんですよ。で自分がどっちかって言ったらならない方だったんですけど、でこれちょっと、まあ、ちょっと言っちゃうとこうちょっとこうなんかすいませんって感じなんですが、ボイトレをたくさんやる人とか、ボイトレこそすごい大事ですってこう主張してる人の方が、ボイトレそんなことで歌おうよって言ってる人の方が全然うまいんですよね。がっかりって、すごい感じだったんですよ。ボイトレ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 やんないとちょっと調子がいまいちですとか、なんかやった方が声が出るんだとか言ってる人の方があんまりうまくないっていう、悲しい現実がですね、まあ、あったわけですよね。で、まあ、それで、なんですかね、まあ、そんな状況は結構覆らないわけですね。まあ、時々なんかこう突然変異みたいにうまくなる人いたんですけど、まあほとんどいないんですね。100人にしてみてもなんかそんなようなノリなわけですよね。で、で、まあ、大学終わりました。まあ、その合唱団の、活動とか終わって、まあ、あんまり歌わなくなりましたよ、と。で、言う人が、やっぱり、で、まあ、何年かして、まあ、就職して何年かしてとか言って、こう、会ったりとかするじゃないですか。そうすると、で、久々に会ったから、こう、一緒に歌おうとか言って歌ったりとかするし、まあ、私自身がその合唱の合宿を毎年やってるんですけど、その卒業して就職してから毎年1回合宿やってるんですね、歌の合唱の合宿を。で、まあ、数年するとボイトレってなんだっけみたいな感じになるわけですよ。そういえば昔やってたよなみたいな感じになるんですけど、驚きの真実がここで発覚したわけですね。あれ、なんか今の方が歌いやすいよねみたいな。ボイトレなんかあんまり頑張ってたあの時より今の方が全然なんか楽に歌えるよねとか言ってるわけですよね。これひどくないですかこれ。ボイトレ頑張ってやってたのにやめた時の方が上手くなってるんですよ。おかしいですよね。で、まあ、まあその時は、まあ、まあ私もそんなに、あ、そっか、そういうこともあるのかなぐらいの感じで流してたんですけども、まあその後整体師になったりとか、その、まあ、声、実際に声を教えるようになってきてから分かったのは、ボイストレーニングをやって上手くなる人とならない人には決定的な差っていうのがあるわけですね。で、その差は何なのって話をちょっと今からちょっとするんですけど、上手くなる人は最初から上手いっていう話、身も蓋もないんですが、そういう話があるんですね。で、その最初から上手い人は何が違うのかっていうところがミソなんですね。これがですね、思い込みです。思い込みとか変な癖、声にを出す時の変な癖がない人はボイトレやると上手くなるんです。
体の使い方とか、そのいわゆる筋力とかが育って、でその変な癖がないので、どん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 声がやっただけ伸びてくるんですよね。で逆にですね、声を出すときに、例えば 歌います、今から歌います、声出しますっていうときに、なんかこういい声出さなきゃいけないなとかね、考えたりとか、なんか失敗したらどうしようとかですね、なんか声出すときに、なんかこううっ、力がついつい入っちゃう人っているんですね。まあ私のことなんですけどいるんですよ。でそういう人はやればやるほど下手になる、下手になるっていうか、まあ上手くならないんですよ。でボイトレやらない、やった方がたまに上手くなる、上手くなるっていうか、その調子がいい日もあったりとかするんですが、基本的になんかあんまり伸びないんですよね。伸びないんですよ。で頭打ちになるし、なんかこう逆にボイトレやりすぎて、その変な癖が助長される、逆にひどくなるみたいなことがよくあるんですね。私のエピソードだと、滑舌ですね、ドイツ語の曲、大工とかドイツ語で歌ったりとかすることがすごく多かったので、まあ発音の練習とかやるわけですよね。でその教えに来てくれてた先生がものすごく発音に、厳しい先生だったんですね。でドイツ語、まあ、その先生すごい人で今から何年ぐらい、40年くらい前ですかね、40年近く前に、その日本人がヨーロッパで活躍するなんてことは、ほぼない時代ですよ。ほぼない、もうそんな無理みたいな時代にドイツに渡ってって、でそのドイツ そのバッハコンクールっていうやつでなんか入賞とかしてるんですよねありえないんですけどっていうような感じの、まあ、ちょっとすごい先生がいて、その先生とかは言葉をすっごい大事にするんですよ。ものすごい大事で、それで叩き直されたわけですね。その発音、お前ら発音が全然できてねえとか言って、でもう一文字一文字ずつこう全部発音を全部直されて、それでもうやっとけみたいな感じになるなったんですね。でそれで私その時に指揮者をやってたんですね。その団の正式、まあ正式と副式っていうのがいて、まあ、正式っていうポジションで私が、まあ、学生の一番音楽の面でのトップに立って、で、まあ、指導しなきゃいけなかったので、まあ、指導してたわけですね。だから、まあ、頑張って練習するじゃないですか。でドイツ語は結構子音とかがすごいはっきりしてるんですよね。大空だから、まあDeine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt とか、まあ、そんな感じでこうドイツ語で歌うわけですね。で、まあ、大体大工が日本で流行ってるので、まあ、いろんなところでこう年末になると大工大工大工とかいろんなところで歌ってるんですけど、ぶっちゃけ下手なんですよね下手っていうか、なんて言ってるかわからない、なんて言ってるか全然わからない。で、それはダメですっていう話をされて、へっとか思うわけですよ。こんなもんじゃないんですかとか思ってたら、全然違うんですよね。で、それ何やらされたかっていうと、子音だけ発音する。で、で、とか、つ、とか、つ、とか、ぷ、とか、き、とか、まあなんかそういう子音だけ発音する練習を、もう、すごいやったんですよね。当時私仙台に住んでたんですけど、仙台っていうのは、まあ、すごいまあ、ちっちゃいスモールタウンみたいな感じなんですよね。で、まあ、すっごい住みやすい町で、なんで住みやすいかって言ったら、そんな広くないんですよ。全部自転車でどこでも行けるんですね。で一箇所にいろんなお店がもう自転車で行ける距離に全部あるんですよ。すっごい住みやすいんですよね。で、まあ、移動手段はだから、つまり自転車なわけですね。自転車でその子音の練習をですね、ずっとやるわけです。だからずっと子音だけ練習するみたいなことやってたんですよね。でそんな感じでやってたんですよ。であまりにもやりすぎて
発音するときにめちゃくちゃ喉にとか舌とか顎とかに力を入れる癖つけちゃったんですよね。これがね、あのすごい後で尾を引いたんですね。言葉は確かに明瞭になりました。なりましたけど、あのおかげもあるし、まあそのおかげというかその反面というか、あのもう喉に超力が入る癖がついちゃいまして、で、あの元々喉声っぽかったのにさらに喉声っぽくなっちゃって、ですごい歌いにくかったんです。でその癖を抜くのに何年かかったかな、10年以上かかりました。もうはっきり抜けたって言ったらもうもっとですけど、もう十何年とかかかってやっとこう抜けてきたかなみたいな感じのレベルなんですよね。変な癖をつけるっていうのは一番良くないです。もう癖を抜くのが一番大変なんです。癖気づけないんで、癖になっちゃうとそれが普通になっちゃうから気がつかないんですよ。で気がつかないから、まあ、いつまでたってもこの何ですかね、こう不自由な歌い方をしちゃうんですよね。でまあ喉がこうきつかったりとか変な癖が入ってると、まああの微妙な感じになるっていうのはもうね、ほんと散々こう苦しんだんですけど、まあ、とにかくそういう癖がついちゃいました。で、ボイントでやりすぎてる人とか、なんかあの、いろんな、こう、まあ今だと、まあ当時はそんな、あんまりネットとかそんなになかったし、ボイントの情報とかあんまなかったんで、私は本とか、その、まあ先輩に聞いたりとかっていうのをやって、馬鹿正直にずっと、なんとかやってたんですよね。で、まあ、そんなお金もないんで、そのプロのレッスン受けるとか、そんなこともできなかったし、受けたところでその癖を抜いてくれるまで付き合ってくれる人っていないんですよね。だからあの何ですかね、なんでできないのとか言われたりとかしてたんですけど、もうボイトレやればやるほどあんまりやっても全然効果出ないっていうのは何かって言ったら、まあ、変な癖あるからなんですよね。でこの変な癖がない人は歌ってるだけで上手くなるんですよ。歌ってるだけで体が適切な感じでチューニングされてってどんどん上手くなってくるんですよ。もうだから差が開く一方ですよね。ショックですよね。5年6年7年ってこうずっとこう自分がこう、まあ、結構真面目にボイストレーニングとかやってきたのに、全然ボイトレとかやったことないですとか、まあなんかいや、やったのカラオケぐらいはよく来ますけどみたいな人が入ってきて、うまいんですよね。で、自分よりうまいんですよ、明らかに。ちょっと認めたくない気持ちがちょっとすごいあるんですけど、認めざるを得ないですよね。うまいと全然すごい楽に歌ってる。なんで俺自分ばっかりこんなに大変な思いしながら歌わなきゃいけないんだろうなと思ったんですけど、もう何にもかもないです。癖です。変な癖をつける。で、まあ、話を戻すんですが、そのボイトレすればするほど下手になる人ってやっぱりいるんですよ。それが私の典型的なのが私だったんですけど、真面目さんに多いんですよね。真面目にやるんですけど、前提が違うんですよ。もう余計な力とか、その何ですかね、土台が整ってる人、ある程度整ってる人についてはボイトレはやったらすごい効果出ます。ものすごい効果出ます。でもやればやるほど下手になる人います。でもういいやとか、もう卒業してもうボイトレってなんだっけみたいな話になった時に、あれなんかあれうまくなってるってなった人がいたっていうのは、癖抜けちゃったんですよね。そういうこうなんか変な余計な力を入れる癖とか、そのなんかちゃんとやんなきゃいけないとかっていう気持ちも、まあんまり割と薄れてしまって、それで楽になってるから、逆に上手くなってるみたいな感じなんですよね。っていうのがよく分かりました。だから前提を整える、上手くなれるための土台を整えるっていうことはものすごく大事です。で、私がこう講座とか、まあ、その YouTube とかでこう発信している内容っていうのは基本的にそういう感じのことです。でいわゆるそのなんですかね、こう難しいボイストレーニングの方法っていうのはあんまり言ってないのはそういうところにもあるんですね。その思い込みをどうやって取っていくかで、余計な力を使わないっていうのに
使わなくなる、余計な力を使ってるってことにまず気づかないと、気づけないといつまでたっても抜けないので、でそこがまず気づけなかったで、なんかこう言われてもいやって言われても抜けないんですけどみたいな話で、どうやって抜けばいいのかわからなかったっていうのが自分の中でのものすごい課題としてあって、それを抜くにはどうすればいいんだ、この上手くなる人とならない人の間に どんな差があるのっていうのをずっとこう自分なりに研究してた成果っていうのを、まあ、発信してるわけですね。というわけで、そういう感じなんです。なので、自分の中ではそういうのがものすごい大きな課題としてあったんですね。というわけでですね、上手くなるための前提を整えましょうって話になります。そうすればその後です。その後はすっごく速やかに伸びていけるんです。もう本当この思い込みをに気づく、でそれを取っていくっていうことだけで本当にこう楽に歌えるようになります。そしたら自由自在に歌えるようになるベースが整うんですよね。そしたらあんまり発声で悩まなくなるし、なんかこう、なんか声がうまく出ないっていうことで、その悩むこととか、なんか、なんで俺はできないんだとか、こう自信をこうなくしちゃったりとかですね、そういうこともかなり減ると思うんですね。というわけで、土台を整えましょうと。で、土台の整えるポイントは、やっぱり思い込みを取る、それから脱力をするできるようになる。ここなんですね。地味です、はっきりと。超地味なんですけど、すごい大事なんで、それをできるようになっていけばいいと思います。でそのための方法っていうのは、まあ、いろんな動画で、発信していってますし、まあ、これからも発信していくので、まあ、それを見ていただければいいですし、問い合わせとか質問とかいただければそれに対して答えたりとかしていきたいと思います。というわけで、今日の動画はこれで、おしまいにいたします。今日は聞いていただきましてありがとうございました。